グランビーは、カナダのケベック州のモンテレジー地域のオートヤマスカ、郡にある町。モントリオールから東に60キロメートルほど位置し、人口は2016年時点で66,222人、都市圏人口は85,056人となっている。先住民が住む土地であったが、1792年に英国ロイヤリストが、 イースタンタウンシップスを植民地化市1816年に創設された。1971年に調整を敷いた。2007年に周辺自治体と合併して現在に至る。町名の由来は英国軍兵士のジョン・マナーッツ・マーキスのグランビー。町内にはグランビー動物園がある。設立当初は英語圏であったが今ではフランス語圏となっている。 イースタンタウンシップスの拠点都市として多くの観光客で賑わう。サントゥ・ァミリーユ協会セント・ジョージ英国国協会、モントリオールの東6 0トルに位置し、ちょうどモントリオールシェルブルック間の中間地点にある。町内にはヤマスカ川が流れており、ボアバンクを形成している。ジョアニエール貯水湖周辺はヤマスカ国立公園となっている。このように、 非常に緑が豊富な地域となっている。2016年センサスによる人口は66,222人である。2006年の統計による住民の母語の割合はフランス語が94.47%と大半を占める。ロイヤリストによる入植当初は英語圏であったため、地名には英語の地名が多く残っている。 1956年までモントリオール南部鉄道によってインターアーバンとしてモントリオールまで運行されついたち5から6本の電車が運行されていた。現在は旅客鉄道は運行されていない。ありがとうございます。